そしてある日、桃太郎が言いました。僕、鬼ヶ島へ行って、悪い鬼を退治します。おばあさんにきびだんごを作ってもらうと、鬼ヶ島へ出かけました。旅の途中で、犬に出会いました。桃太郎さん、どこへ行くのですか？鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。それでは、お腰につけたきびだんごを一つくださいな。お供しますよ。犬はきびだんごをもらい、桃太郎のお供になりました。そして今度は猿に出会いました。桃太郎さん、どこへ行くのですか？鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。それではお腰につけたきびだんごを一つくださいな。お供しますよ。そして今度はキジに出会いました。桃太郎さん、どこへ行くのですか？鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。それではお腰につけたきびだんごを一つくださいな。お供しますよ。こうして犬、猿、キジの仲間を手に入れた桃太郎はついに鬼ヶ島へやってきました。